小学校高学年の頃、私のクラスに Y ちゃんという女の子がいました。 Y ちゃんは物静かでおとなしい、クラスでも目立たない存在の女の子でした。しかし月日が経つにつれ、 Y ちゃんは徐々にクラスの輪の中心に立つようになっていきました。何がきっかけでという具体的なエピソードは覚えていないのですが、その当時学校で流行っていたコックリさんをはじめとするオカルト遊びが原因だったと思います。Y ちゃんは霊的なものと会話ができるらしく、 Y ちゃんが参加するコックリさんはいつも大成功を収めていました。クラスのみんなは Y ちゃんに相談事をお願いしたり、刺激的な体験を求めたりするなど、 Y ちゃんの周りにはいつも人が集まるようになっていたのです。しかしある時、そんな日常を一変させる出来事が起こります。日頃から Y ちゃんの催す心霊イベントに参加せず、 Y ちゃんのことをどこかいぶかしげに見ていたガキ大将の男の子が初めてはっきりと Y ちゃんに難癖をつけてきたのです。放課後、いつものように Y ちゃんを中心にコックリさんを行っていると、その男の子が急にこちらへ近寄ってきて、机の上の紙や硬貨を思いっきり手で払いのけました。男の子は Y ちゃんのことを目立ちたがり屋の嘘つき女、霊なんて本当は見えてないんだろと一方的に罵り、周りにあった机や椅子を思い思いに蹴飛ばしていきます。ガチ大将の男の子が言うことです。他の男子も同調して Y ちゃんを嘘つき呼ばわりし、女子は Y ちゃんをかばってそれに応酬すると、教室の中は一瞬にして怒号が飛び交う地獄絵図のような光景になりました。やがて騒ぎを聞きつけた先生がその場を一旦収めてくれたのですが、この事件は大ごとになり、翌日の全校集会で校長からオカルト遊びと放課後の無用な居残りを禁止するお触れが出されるまでに至りました。お触れの効果は絶大で、程なくして我が校のオカルトブームは終焉を迎え、 Y ちゃんも元の目立たない地味な女の子へと戻ってしまいました。私もあの日起こった騒ぎのことはあまり気に留めずにいたのですが、一つだけなんとなく心の中に引っかかっていることがありました。それは、先生が場を収めた後、みんながしぶしぶ帰宅しようとしている時に、 Y ちゃんだけがその男の子の方をじっと見つめ、ブツブツとつぶやいていた姿です。独り言なのか何かと会話しているのか分かりませんが、目を真っ赤に晴らし、青白い血の気の引いた Y ちゃんの形相はまさに夜叉を思わせるような不気味な顔つきでした。数年後、私は私立の中学校に進学し、そんな出来事もすっかり忘れていた頃、地元の友達からガチ大将の男の子が亡くなったというメールが届きました。あまりに晴天の霹靂の出来事に初めは事情が飲み込めなかったのですが、詳しく話を聞いてみると、その男の子は日頃から柄の悪い連中と夜遅くまで遊び歩いていて、その日も車を持った先輩たちと夜中からドライブをしていたそうです。羽目を外しすぎていたのか、スピード超過の軽自動車はカーブを曲がりきれずにそのまま電柱へと突っ込み、助手席に乗っていた男の子はほぼ即死状態の無残な姿で発見されました。若気の至りが引き起こしたよくある事故といえばそうなんですが、少し気味が悪いなと思ったのは、その男の子以外はみんな無傷だったということです。人間だけではありません。ピンポイントに助手席だけがベコッとへこんでいて、その他の部分は本当に綺麗なまま、まるでその男の子だけを狙いすましたかのような奇妙な衝突の仕方だったそうです。それを聞いた私はなぜかふと Y ちゃんのことが気になり、友達に彼女の近況を尋ねてみました。すると友達はちょっと驚きながらも、 Y ちゃんはちょうど事故があった日の翌日から学校に来てないよと答えたのです。結局放課後の事件と男の子の事故に関係性があったのか、 Y ちゃんがどうして事故の翌日から学校に来なくなったのかは未だに分かりません。Y ちゃんはあれから一度も登校してこなかったそうですが、精神病院に入院したとか自殺したとか根も葉もない噂が広がるばかりで、誰も Y ちゃんのその後を知る人はいませんでした。今でも時々地元の友人に会うと亡くなった男の子の話題が出ることがありますが、私はその度に Y ちゃんのあの恐ろしい顔が頭をよぎり、背筋が少しゾクッとします。人を呪わば穴二つ、私の心配が杞憂であればいいとは思うのですが。